2002年のですね、5月の動画に加賀坂見附に本社を構えました。創業の時からですね、いずれは東京へと、日本の中心は東京ですね、その東京の中心には皇居がある。その皇居に一番近いところ、赤坂見附本拠地にですね、2002年から17年ですね、いろいろな事業を行い、本市のこういった全国で54物件を同時に建築設計している会社は世界でも我が社しかないのかなというふうに思っている人たちです。私は日本で一番大きい誇りという字は私どものゲートウェイビルに掲げてあります。国会議員からの方にも見ていただくべくですね、とホテルを作ったのもですね、政治家にゆかりのある TBR ですね、後支援がありましてですね、入札で高値で入札に応じて落札し、このホテルを建て上げています。今日本に一番ないのは誇りじゃないかと、日本人は誇りを持てということでですね、このホテルから右の方を見るとですね、そのゲートウェイビルの誇りが感じが大きく見えますし、そして目の前は議員会館ですが、その右の方を見ますとですね、国会議事堂が見えるとともにですね、その横に首相官邸があります。まさに日本の中心のこの場所にですね、立ってですね、誇りを感じてですね、再び日本が本来ですね、その民族の力とかね、もう発揮できる国にしていかなければならない。そのためには冒頭お話ししましたようにですね、この憲法を何とかしなければいけないし、もう残された時間が少ないよと、参議院選挙はですね、もう目前でですね、延ばしても8月、まあなんか7月という説も並んでますがですね、もう残り少ないくなってきてましてですね、この間にもし発言ができなければですね、多分選挙の結果はですね、3分の2の参議院で確保が難しくなると私は思ってます。なんとしてもですね、国会議員が総力を挙げてですね、この会期中、まさかこの任期中にですね、発言が共有してですね、その後の6ヶ月間に一大国民運動を起こしてでもですね、なんとしても過半数の支持を得てですね、憲法を改正しなければいけない。しかしこれはですね、今安倍総理が言ってるですね、改正だけではですね、憲法上に自衛隊を明記するとというだけではですね、まっとうな独立国家の憲法にふさわしい憲法とは言えない。だから2段階改正論を考えればですね、今回のその改正に続いてですね、憲法9条2項を削除する、その他諸々のことを含めてですね、独立自衛の国家となる憲法に変えなければいけない。そうするとですね、今、安倍さんの任期3期9年ということになると、2021年でですね、任期を終えてしまってですね、この間には2回の改憲というのはなかなか難しいんじゃないかと。少なくともですね、トランプ大統領は再選され、2024年までは大統領、この間にですね、安倍総理が自民党総裁の党首を改正してですね、4期、12年と2024年までです。このトランプが大統領で、日本の総理が安倍の時こそですね、まっとうな国になるべくですね、憲法改正2回目の改正をその間にやるとともにですね、国民投票で過半数が得られるようにですね、大運動を起こしていかなければいけないのかなと思います。まあ、この検証論文制度を作ったのはですね、今から10年ちょっと前ですかね、その頃時の自民党政権がですね、現職航空幕僚長を降格解任にまでということがですね、その結果選挙に負けてですね、やるに転落した。その後安倍さんがそれになられてですね、随分この世の中変わってたのかなと思います。一定の役割を私も果たしてきたのかなということを自由に出しております。まだまだ真っ当な国とは言い難い現状をですね、ぜひ、この参議院選挙を早めて、参議院選挙までにですね、発言をしてですね、その後の国民投票で憲法改正の第1回目はですね、ほとんど解釈
拝見というか、今まで解釈することを単に利益するだけでして、それに緊急非常事態法ですかというようなものとかいくらかはあったとしてもですね、それでもって真っ当な国の独立や国の憲法とは言い難いですね。憲法改正2回論というかね、それを成し遂げるには安倍4選2024年まで、トランプ大統領の間にですね、これを成し遂げなければいけないのかなと。まあ今日も原先生いらっしゃいましたが、ぜひそのことでですね、引き続き頑張ってください。以上であります。ありがとうございます。